こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめましてですね。フットボールジャングルという番組で、皆さんのお耳に初めてかかる。そうですね。ということでございますが、うん、まあまず自己紹介からですね。そうですね。はい。じゃあ、私は、サッカーライターをしております陽平と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サッカーファンをしております。森重と申します。よろしくお願いします。まあ、ただのサッカーファンじゃないですけどね。サッカーファンをしておりますっていうのは何なんだって。そんな肩書きあるのっていう。まあ、サッカーに関わる2人っていうことなんで、はい、あのサッカーに関してのいろんな雑談とかね、うん、気になるニュースなんかをお届けしていく、はい、そんな番組ということで始まりました。そうですね。6月からスタートということで、はい、今日は土曜日です、うん、土曜日のお昼ですね。あ、いい時間帯の放送、はい、なんかまあ土曜日に試合が J リーグの試合があるときはこれを聞いてあの試合前にね聞いてもらって行くっていうのが、はい、おすすめ、はい、ラジオなんでなんかしながらでも聞けるんで。そうなんですよ、うん、あの車でね、はいはい、スタジアムへ向かう途中でもいいし、はい、電車の中でもいいし、はい、ね、早く行く方は、ね、列待ちしてる時とかね、ぜひ聞いていただけたら嬉しいですね。ちなみにどれぐらい早くスタジアムって行くんですか。はい、あ、自分はどれぐらいですかね。でも一人で行く時はもうもちろんあの会場前に着いて、まあ、大体知り合いが誰かいるんで、はいはい、知り合いの方見つけて喋るみたいなとこからスタートですね。なるほどね、はい、まあでもそこからがまた楽しい。そうです、そうです、うん、普通 の、 そのあんまりサッカー行ってない行くことない方はこう早すぎないって思われると思いますけど、うんうん、でもそこからこうなんか徐々にボルテージ上げていくみたいなのが楽しいですね。いいですね、はい、僕はあのサポーターの方の知り合いとかっていうのはあんまりいないので、はいはい、まあ一人で行ったり友達と行ったりして、はい、まあそれなりにちょっと早めに行ってですよ、うんうんうん、練習とか見ながらいやーとか言っていいねやっぱりとか言ってるみたいな。ちょっとこうなんかクロートブルね、あ、もうそれ調子いいんじゃんみたいな練習見て、そのあの時間がね、そうですね、いいんですよ。サッカーってだから2時間ですけど、うん、大体試合自体はでもその結構なんだかんだ1日がかりになりますもんね。そうですよ、ちゃんと見ると逆に1日楽しめるっていう、うん、本当に本当に、うん、だからまあそれでいくとそうですよ、はい、あのこれ今日僕気になるアビスパ関係ニュースがあるって話につながるんですけど、あの今日というか少し数日前に、はい、アビスパ福岡ホームゲームでのスタジアム飲食売店募集のお知らせっていうのが公式から発表されてましてですね、まあ、いわゆるスタジアム飯ですよ、はいはいはい、ね、だいたいなんていうんですか、スタジアムにこう入っていくとそのあの左側の、うんうん、アビスパ の、 そのベスト電気スタジアムで言えば、うん、左側の脇のところにいっぱいこう飲食店、うん、ちょっと屋台みたいな感じで屋台で出店されたりするじゃないですか、はいはい、まあ、あれに出店する人を募集してるっていうニュースを見まして、いや別に僕は飲食事業者でも何でもないんですけど、はい、あのやっぱりね、初めて例えば行った時とかに食べたスタジアムでのご飯とかっていうのって結構大事だったりするなと思うし、うん、まあ、できるならアビスパがすごい好きだっていう人に、うんうん、あの作ってもらったものの方がですね、やっぱ応援に乗るものも変わるんじゃないかみたいな。確かに。で今もたくさん素晴らしいお店出てあると思うんですけど、うん、ありますね、まあ、またあの幸運にも募集されるっていうことなんで、うん、いやぜひね、これ我こそはという方はぜひ、いやいいですね、またなんかちょっとない感じのご飯とか増えたらいいですね。どんなのがいいですか。どんなのがいいかな、やっぱりでも今屋台なんでこうたこ焼きとかなんか屋台っぽいの多いじゃないですか。多いですね。ちょっと違うのも一個ぐらいあっていいんじゃないかなと思ってて、まあないわけじゃないけどなんかスイーツ系とか、おなんかなんだろう、なかなか普段食べれないなっていう、タコスとかありますけどね。ありますね。でもなんかまた違うもの、うん、あ、それ外で食うのみたいな確かにあって面白いかなと思って、ね、そうだな、うん、なんだろうな、まあスイーツか、あー、まあ夏だからやっぱ冷たいものみたいな。あ、いいですね、まあ、かき氷はありますけどね、なんかまた違った、うん、うん、まあぜひね、これまあ、我々の中ではこうやって結論が出ないことがねこの番組では多々あると思うんですけど、そんな時のためにというかそんな時じゃなくてもいいんですけど、この番組にはメールアドレスを準備してラジオ、あの今知ったかのような反応をしてますねさっき僕は言いましたよそれバラしたんですか
あの、はい、あのね、メールアドレス概要欄の方にも書いておりますけど、この番組のフットボールジャングルというアルファベットを書いていただいて、はい、その後に数字の12、はい、@gmail.com という形で、あのメールをいただけると、 いただけると嬉しいな、本当。なので番組の感想であったりとかね、うん、なんかいろんなことあると思うんで、サッカーに関すれば何でもいいですね、うん、そうですよ、本当、うん、だし今ウィスパの話いっぱいしてますけども、はいはい、全然他のチームのお話とか もどんどん送っていただいていいです。 J リーグに限らなくても全然いいので、うん、本当に。でなんならサッカーとか特に見たことないんだけれどみたいな人もぜひ、うん、あのオフサイドって何ですかとかね、本当、うわラジオで難しいな、うん、それ難しいでもそういうの欲しいですね、うん、そう、なんかちょっとでも興味はあるけれど、やっぱり最初スタジアム行くなんてちょっと勇気いると思うんですよ。そうですね、やっぱり知らない人からしたらちょっと敷居が高いというか、うん、だからまず第一歩行ってみたいけどここわかんないな、どうしたらいいんだろうみたいなところをこの番組に聞いていただけたら嬉しいですね。嬉しい、本当に嬉しいです。ぜひあの、うん、メールをお待ちしております、はい、フットボールジャングル数字の12、はい、@gmail.com です、はい。まあというあたりでございましてね、はい、これはオープニングであの終わりかねないレベルの雑談に長くなってきているんですけど、そんな我々のためにコーナーをね用意しております。いいですね、行ってまいりましょう。はい、はい、はい、ということで景気よく始まりました。特にねあのタイトルコール的なものも一切用意していませんけれども、毎週、はい、やろうと思っているコーナーで、はい、その名もウィークリークラッキー、はい、というコーナーでございます。これクラッキーっていうのはね、はい、どういう意味かみたいな話がまずだねあるだろうって気がするんですけどはい、はい、これあれですよね、名選手的な、そう、名手っていう感じですね。ですよね、はいはい、まあ、サッカー用語の一つっていう感じですけども、はい、毎週僕ら二人が代わり番号にですね、うん、注目の選手であったりとか、今日今週はこの選手の話をしたいっていう人をピックアップして話していこうという、うんうん、はい、もう、 カテゴリーも区切ることなくね、うん、海外の選手 もう引退した選手も、うん、日本のもちろん日本の選手も、うん、幅広く多分やると思います。そうですよね、うん、でほら今やっぱ YouTube とかあるから、はいはいはい、どんな選手なんだろうと思って検索すれば見れますからね。そうです、多分これ聞いてる方ってやっぱり、ね、目の前にスマホなりパソコンなりある方多いと思うので、うん、ぜひそこでちょっと検索していただいて、いや今日喋ろうと思ってる選手、それこそそれ言おうと思ってて、おほほほ、そう、まあ、めっちゃ YouTube で見てほしいんですよ。名前を聞いたらまず特に知らない方は、うん、とりあえず YouTube で映像を見てから、なんならこの先聞いてほしいぐらいです。そうですね途中でストップできますからねそうですね、うん、はい、じゃあちょっと今日の選手、はい、どなたでしょう。第1回で誰しようかってめちゃくちゃ悩んだんですけど、いきなり海外の選手なんですけど、でも引退してる方なんですけど、多分好きな方は好きだと思います、うん、アルバロ・レコバ選手、はい、来ましたレコバ、レコバね、いや、わ、レコバ来たって思ってる方何人かいるんじゃないですかね、うん、うん、と思いますよ。元ウルグアイ代表のレフティーでね、はい、今左利きってことなんですけど、レフティーって、うん、もう本当それこそ本当に今 YouTube でまず見てほしいです。そうですね、知らない方は、若い方とか多分知らないと思うんで、めちゃめちゃチャーミングな歯、いや、そうなんですよ特徴的な歯をしてる、うん、でね、相性もエルチーノっていう中国人という意味らしいんですけど、はい、見た目的にですね、うん、いや本当見た目はそんな感じなんですけど、うん、プレーマジでえげつないです。いやそうですよ、はい、動画見てください皆さんね、本当にまず動画見てほしい。ちょっとね、前の選手なんで、以前の選手なんで、うん、ちょっと荒いかもしれないですけど、でも見てください最後まで。めちゃくちゃうまいんで。もともとすごい好きですか。そうですね、いや、いや最初誰しようと思ってて、うん、なんでレコバ選んだかっていうと、うん、いや自分って正直あんまり好きな選手って実はいなくて、こうサッカー全般好きでそれぞれ良さがあると思ってるんで、好きな選手ってあんまりいないんですよね。もちろん、はいはい、このせっかくこのコーナーやる以上、より今後そこを意識してみようと思ってますけど、はい、で最初誰にしようかなと思って、でそういえばレコバって多分俺最初に好きになった選手だなと思って、ほうっていうのは自分左利きなんですけど、足、はいはい、でレコバも左利きで、でほとんど左利き一本で、左足一本でプレーするんですよ、レコバって。そうですね、はい、まあ、右足もちろん使わないわけじゃないですけど、はい、
ほぼ左足一本で、うん、それでめちゃくちゃ華麗なプレーをして、うん、自分も正直、まあ、左足も上手ではないとはいえ右足がめちゃくちゃ下手なんですよっていうのは自覚があったんで、その左足一本でこんだけやれるんだっていう、で、なるほどね、こんだけ美しいプレーをできるんだっていうところを知ったのがレコバで、あ、だってトラップとかも全部左足ですもんね。そうですそうです、ね、この人そうです ついたりするぐらいですもん右足はドリブルの途中でついたりとかそれぐらいですもんね、はいはい、そうです、止めたりとかぐらいで、うん、プレー蹴ったりとかもほぼ左なんでですよね、はい、まあ、あの漫画の、ね、キャラクターにもそういう人がいたりとかっていうのも、はいはいはい、まあ、買ってありましたけども、はいはい、まあ、どれぐらい左足だけでプレーするのが難しいかっていう と、はい、基本的にディフェンダーはさ、はいはい、そのどっちかのサイドを切っていくとかっていうことによって、うんうんうん、まあ、右か左かを切っていくことで守るので、そうそう、左足しか使わないと分かってたら左足の方だけケアしていけばいいっていうふうになるんですよね。うん、もう今も現代サッカーほぼそうですもんね、うん、こう利き足は切ろう、利き足の方をまず切るみたいなのよくありますね、うんうん、でそれがこう本当に左足しか使わないって分かっているのにもかかわらずですからね、うん、いやもうみんな分かってるんですよ、どうせレコは左足だろって分かってるんですけど、でも止めれないっていう、そう、なんかあのディフェンダーが棒立ちしてるように見えるんですよね確かに確かに、いや絶対そうじゃないんです、うんうん、ちゃんとポジショニングして本当世界最高級のディフェンダーたちと渡り合ってきてるんだけど、うんうんうん、レコバが上手すぎて何もできてないシーンがいや本当に、いや今本当皆さん YouTube 見てくださ い, ラ, ジオのせんラジオの中で言うのはどうかと思いますけど、でも本当、はい、いやすごい、あの若い方は、まあ、今でいうメッシとかもちろんすごい選手いっぱいいますけど、うん、多分見たらびっくりすると思います、レコバは、うん、そうでしょう、うん、なんでこの選手知らなかったのってなると思います。確かにね、うん、今で言うとっていう選手がちょっとあんまり思い当たらないですよ ね、そうなんですよ、うん、特に、まあ、ちょっとねある意味時代が良かったのかなと思うんですけど、うん、当時はあのもちろんレベルは高いイタリアでセリアで主にやってた選手なんですけど、当時はね、はい、イタリアこそ世界ナンバーワンの多分時代だったので、そうですよ、中でやってたんですけど、でもまあ今ほどやっぱりその組織で守るっていう感じはちょっと薄かったので、うん、まあ、その時代にもちろん恵まれたっていうのはあるかもしれないですけど、今本当にそのタイプの選手っていないですもんね、うん、そうですよね、うん、まあ、いわゆるそのファンタジスタタイプと言われる選手で、フォーメーションで言うとですね、うん、まあ、当時は2トップ主流っていう時代だったので、うんうんうん、2トップの1個下いわゆるトップ下っていうところにいるミッドフィルダーで、はいはい、まあ、司令塔って呼ばれ方をしたりだとかする、うん、そうですね、まあ、パスを、もう素晴らしいパスを出し、うんうん、そしてあのペナルティエリアの外からのミドルレンジからのシュートを決める、うん、まあ、それをですねもうほとんどそれだけで食っていける選手っていうのがまあファンタジスタ、うんうん、だ今はやっぱ守備を求められますからね、そうですね、どうしてもその位置のいくらすごい選手でも一定の守備は求められるんで、うん、なかなかこうね守備免除みたいなちょっと難しいんですけど、はい、当時のこうねあのイタリアはそれがまだあった時代で、うん、だからこそレコバがあそこまで多分輝けたんでしょうけど、うん、でも、ね、当時トップクラスのインテルミラノであのあれだけの活躍をしたっていうのはね、いやすごいです。そうですね、うん、いやそうですよ、本当に世界最高級のリーグの、トップクラスのチームの、うん、まあ、選手で、しかも、うん、いろんなスター選手がどん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 入ってきたりするんだけど、そう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 、レコバは出続けるんですよね。そうです、いや当時のあれですもんね、インテルすごいですもんね、うん、メンバーが本当あのだってそれこそロナウドと一緒にタイミングでインテルに入ってて、そうですよ、あのロナウドってあのクリスティアーノじゃないですよ、はいはい、大事それ大事それ大事言っとかないと、うんうん、クリスティアーノロナウドもちろんすごいんですけど、うん、もう一個前にねブラジル代表の化け物みたいな選手がいたんですよ、はい、ロナウドというフォワードの選手なんですけど、そうです、フェノーメの怪物と呼ばれた男ですね、はい、もう彼と同じタイミングで入って、もちろん彼は当時から注目すごいされてて、だからレコバはそこまでじゃなかったんですよロナウドと比べたら、はい、っていうで入ったんですけど、デビュー戦でレコバ途中出場から2得点、うん、しかも最後の約10分間で2得点でチーム逆転させるっていう、逆転勝利に導くっていう活躍をして、うん、まずそこで衝撃を与えて、でもその後意外とねちょっと出場機会がやっぱり選手がすごかったんで、周りの選手が、ええ、なかなか出場機会なくて、うん、で、レンタルで、まあ、期限付き移籍ってやつですね、うん、であのベネツィアに行きまして、はい、でここで活躍をすごい活躍するんですよ、19試合で11得点9アシスト、うん、1試合1点超えてるんですよ
ありえないですね、とんでもない、この数字ありえないなと思うんですけど、でこの活躍が認められてインテルに復帰して、うん、まあ、でちょっとここは脇道それますけど、でこの時にベネツィアにインテルにまあ、戻っちゃうってなって、ベネツィアが、まあ、慌ててかは分かんないですけど連れてきたのが七海ひろしっていう、ええ、こっちもレフティーなんですけど、ええっていう、まあ、裏話もちょっとありつつ、日本が誇るレフティーの一人七海ひろしさんですよ。そうです、はい、ね、ジュビロの監督とかね今解説者されてますけど、そうですね、はい、っていうのがあって、でインテルに戻ってレコバは、でここからねロナウドとかすごいですよ本当、この当時のインテルってビエリとかもね、そうですよ、重戦車ビエリ、あと、まあ、バッチョ、バッチョも好きな選手多いです、はい、人多いですね、僕好きですね、はい、ですよね、うん、めちゃくちゃもう本当、もうこれ辺当時の本当世界トップですよね、言っても過言じゃない選手たちがいる中で、うん、ここから活躍だんだんしていくんですけど、いやでレコバーは、まあ、途中ねローン移籍とかもあったりはするんですけど、でも結局在籍歴としては97年から2008年までインテル、すげえ、いや当時のインテルでこれだけ長くいったっていうのはすごいですよ、多分、うん、サネッティぐらいじゃないですか、あそうですね、うわサネッティ ね、本当そうですね、まあ、サネッティは長友が入るまでずっといましたからもう本当インテルにしかいなかったっていう話だと思うんですけど、そう考えたらなんかすごいですね、世代をまたいでますね、長友が急に出てくるっていう、うん、本当ですよ、サネッティすごいな、サネッティは本当になんか年齢がよくわからない人ですから、うんうん、確かに、まあね、そういう選手はいるけど、うんうんうん、特に攻撃の選手で、そう、ね、サッカーの時代ってサッカーのシステムどん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 、うん、まあ変わっていくじゃないですか、特に変わった時代ですねこの時代は、 そうですね、うん、その中でも、うん、まあ、ファンタジスタとして戦い続ける、そう正直だんだんファンタジスタが減っていった時代ですからね、そうですよ、うん、本当にそこで生き残り続けるっていうのはね、うん、またちょっとそこもこうなんか応援したくなるとこではあるんですよね、いやであれでもね、会長に愛されたっていうのもあるんですよ、レコバ、はい、モラッティ会長に、うん、ね、当時のこう発言ですけど、モラッティ会長の獲得した選手の中で最も偉大だったっていう、そうそうたるメンツの中でそこまで言うかすごいですよね、もうだから愛されまくってましたね、レコバ、まあ、やっぱ確かにこう美しい選手だったんで、プレーが本当にだからやっぱこう、まあ、本当魅了されたんでしょうね、はい、会長も、はいはい、うん、そうですよね、いや個人的にまたレコバが好きなのは、ちょっと話は前後するんですけど、うん、レコバってダヌービオっていうウルグアイのチームでデビューしてて、はいはい、その後ナショナルモンテビデオってこれもウルグアイのチームなんですけど、うんうん、に行ってここの2チームで活躍すごいまずして、そこからまあインテルに行くんですけど、うん、その後、まあまあインテルだとかその後イタリアでプレーして、その後、まあ、ギリシャのチームをちょっと挟み、うん、またここでねその後ダヌービオ行くんですよ、デビューした、はい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 、デビューしたとこでフルスで2シーズンプレーして、その後また今度ナショナルモンテビデオ行くんですよ、うん、里帰り里帰りで2チームでねこうやっぱやって、この2チームでしっかり結果もある程度出して、はい、引退っていうこのなんかね道筋がねたまんないんですよね、たまんないですね、うん、いやなんかただ見せるだけの選手じゃなくて、こうなんだろう、もちろんいろんなことがあったとは思いますけ ど、はい、何があったかこっちは分からないにしても、こうなんかね古巣を大事にというか、うん、そういうところもこうその人間性も含めて大好きですね、そうですね、でなんかその、まあ、もちろんインテルというところで激しく戦い、はいはい、そうやって筋を通してね、うん、自分の古巣に帰っていきっていう感じなんですけど、はい、なんていうかな、こう試合の途中を見たりとか、はい、あとボールを蹴ってる様子を見ても、はいはい、なんか力みがないんですよね、だから、まあ、例えば日本の選手で比較すると、はい、左足の選手でいけば、うん、まあ、中村俊輔、うん、やっぱり、もう一人は、まあ、本田圭佑、はいはい、で2人全然違うタイプのレフティーじゃないですか、うん、で本田圭佑は割とあの弾丸を打つ、うん、で中村俊輔はどちらかというと、まあ、カーブの柔らかいボールを打つ、うん、でそのどちらもなんかやっぱそのボールを出すために一生懸命蹴ってるっていうのが見えるんですけ ど、 なるほど、レコバはなんか蹴った後とかも普通に歩いてる感じでとてつもないボールを蹴るんですよ、そうですね、力入ってない感じですもんね、そうで、めっ、まあ、曲がりますけど、うん、めちゃめちゃじゃあ曲がるかっていうと、まあ他にも曲がる人はいるし、うんうんうん、めちゃめちゃボール速いかっていうともっと速い人はいるし、うん、でも圧倒的にコントロールがいいですよね、いやすごいさ、コントロールは
いやじゃ あれもコーナーキックとか決めてましたからね。そう結構忘れないあれフリーキックはね、まあ、よく今も見ますけどコーナーキック直接決めてましたからね、うん、すごいですよあの曲がり方はね。であのコントロールファーサイドのギリギリに飛ばすんですよコーナーキックで。いやだからなんか昔の選手ってディフェンスとかキーパーが下手やったとかいなとか思う人もいるかもしれないけど、はい、そんなことないんです、ね、そんなことないです、うん、あのレコバがうまい。そうなんですそうなんですよ本当。いや で, ね、でも実はもう一個言いたいのがあって、ほうこんだけすごいすごい言って多分 YouTube 見た知らない方はおすげーと思うと思いますけど、でも毎試合そうじゃないんですよレコバって出ました、はい、ね、あの試合によっては全然な試合もあるんですよもう本当波がすごい選手で出してみなきゃわからないみたいな、もう本当もう世界多分世界一じゃねえかっていう日もあれば、うん、なんだこいつっていう日もあってボール触ったっけみたいな日ありますからね。もう全然もともと守備もそんなするタイプじゃないんで、はい、何してんだお前はって試合もあるんですよ、うんうん、でもそのなんだろうなこの人間性という含め、うん、なんか憎めないというかそこも含めてこうね応援したくなる選手、うん、だったなと思って、だからなんだろうもちろんすごいっていうのも言いたいんですけど、うん、ただそれだけじゃない、うん、とこも含めてのレコバっていうのは言いたいなと、まあ、まさに人間性ってあたりですかね、そのさっき言ってたね、うんうん、でこの後そう引退した後もねナショナルモンテビオのアシスタントコーチになったりとかもしてて、だから多分フルスに対しての思いやっぱり強い選手なんだろうなと、その振り幅すごいっすだから、うん、そうねいやでもちょっと聞いてみたいよね、その、うん、なんかあんまり調子良くなかった試合の時って何考えてたのか聞いてみたい、めっちゃ聞いてみたいですねいやどう思ってたんだろうと思って、もう、ね、いや俺はすごいんだからっていう感じなのか、うん、どうなんですかねレコバは。ね、ちょっと面白いですね。いやインタビューしてみたい人の一人ですね。めちゃくちゃしてみたいです。いやちょっとぜひあの今日今俺その話しながら思い出したんですけど、ヨエさんがボヤージュという雑誌をやっているという話をもっと早くやればよかったと思って、はいはい、やべえ忘れてました。あのこれ次のコーナーでやりましょう。そうですね。はい、もうねあの我々の雑談は止まらない。止まらない。はい。いいですか次のコーナー。行きましょうか。次のコーナーでも別にレコバの話してくれても全然 OK なんで。はい、はい。では。ウィークリックラッキー、はい、今週は、アルバロレコバでした、はい、はいはいはい、まあ景気のいい音楽が続きますけれどもね、うん、あのいいですね、ここからが実はメインコーナーもうだいぶ時間過ぎちゃった、時間経ってますけども、週替わりのね、はい、メインコーナーっていうのをこの番組でやっていこうと思うんですが、はい、1週目は、うん、底なしサッカー沼というですね、まあ、もう説明は不要かと思われますが、そうですね、はい、この感じで我々は永遠にサッカー談義を繰り広げることができるわけですが、はい、もう底なしでございますと、はい、いうコーナーです、うん、ただ喋るっていうね。そうです、いや本当ですよ。で、あの今の話をさちょっと蒸し返そうと思うんですけど、はいはいはい、あのヨエさんは、まあ、サッカーライターというふうに自己紹介していただいたんですけど、はい、ボヤージュというね、うん、雑誌を、まあ、インディペンデントに発刊されまして、そうですね、はい、ありがたいことにちょっと、まあ、紹介させていただきます、はい、せっかくなので、あのボヤージュという雑誌なんですけど、うん、こちらは、まあ、サッカー雑誌なんですけど、まあ、多分今までにあんまりなかったような雑誌で、ほう、普通ねやっぱりどうしても日本代表の選手とか、うん、J1 の選手とか、まあ、海外のトップクラスの選手とかを紹介する雑誌が多いと思うんですけど、確かに、もちろん J リーグも取り上げるんだけど、そこだけじゃなくもっと下のカテゴリー、JFL、まあ、地域リーグで、あともう県リーグまでですね、うん、とプラスしてさらにフットサルとか、うん、ソサエチとか、うん、ビーチサッカーとかそういうとこ、あと、まあ、プラスしてセカンドキャリア選手の、なるほど、もう引退した選手のセカンドキャリアとかも取り上げて、もう幅広くいろんな方を取り上げていく、で、そういう方を取り上げてそういうところまで盛り上がるというのが日本サッカーにとって大事なんじゃないかっていうのがあって、うん、この雑誌をまあ作ったんですけど、うん、これが4月の、終わりに発売創刊号が出まして、で次また今、まあ、全然作ってる途中なんで、うんうん、まあ、絶対とは言えないですけど、7月中の発売を目指して第2号ですね、うん、今作ってる途中です。なるほど、はい、いや本当、まあ
今のさその切り口っていうのが普通のサッカー雑誌と違うっていう話は、はい、あのレコバの人間味に注目してピックアップしたって話と、はいはいはい、基本的には共通してるじゃないですか。あなるほど、うん、だからやっぱり、うん、思いますよ僕はいずれレコバのインタビューを、はい、レコバの今をやっぱり一つの夢っすね。なんかそういう風にでもなっていける時代じゃないですか。まあ確かにねもう今、うんまあ、もちろん行ってインタビューするのは理想ではあるけれど、まあ、コロナもあるし Zoom とかねそういうネット返してできるっていうのは強みですね。我々にとってはありがたい限りです、ね、本当そうですよね、うん、で、まあ、あのこの雑誌はあの、まあ、インターネットの販売であったりとか、はいまあ、ここ中川市というところからね福岡県の中川市から放送しているんですが、はい、この中川市の博多南駅前ビルとか、はいまあ、いくつかのところで買えるっていうような状況には、はいまあ、なってるんで、はいまあ、まずはぜひ手に取っていただきたい。う、ね、あのもう例えば試合 の, あのこの試合どうだったとかそういうインタビューではないので、うん、あんまり時を選ばないというか、うん、正直雑誌ってやっぱりもう速さはどうしても遅れるじゃないですか。今インターネットの時代 で, そうです、ね、例えばこの前の試合どうだったとかっていうのはやっぱりもう遅れるのでそこじゃないとこにあのを取り上げてるので4月の終わりには出ましたけどまだ全然あの楽しめると思います。いや本当永久保存版じゃないかなと思いますよ。あのっていうのも、はい、そこで活躍してる選手たちが今後、はいあのまあ、J の舞台に行ったりとか、うんうんうん、日本代表になったりとかっていうことが当然あり得るわけじゃないですか、うん、でそういう時にあれこの人がまだこのチームにいた時の話か、うんうんうん、みたいな風な振り返り方もあり得ると思うし、それは、ねうん、なんかそういうステップアップじゃなくても、うん、なんか、まあ、もしその選手が有名なすごいスターになってみんなに知られるような選手にならなかったとしても、うん、ちょっと読んでみた時にあ世の中にはこうやってサッカーをしている人たちとか、うん、サッカーに関わっている人たちがいるんだっていう、うんうん、なんか温かさを感じるね、うん、いやだからこそ個人的にはこうもちろんサッカー好きの人はそうですけどじゃない人にもちょっと呼んでいただけたら嬉しいなと思ってて、確かにこうサッカーその何だろうもちろん J リーグのトップでやってる人はもちろんサッカーでお金を得てやってるんだろうなってのは分かると思いますけど、うん、もっと下のカテゴリーの選手はどうやってやってるんだろうっていうのは多分皆さん思ってると思うんで、うん、そういうところも含めてねこの雑誌読んで分かる、まあ、もちろん全部じゃないんですよ分かると思うので、うんであこんだけ頑張ってる選手がいるならちょっと興味湧いたなっていうところからでいいと思うんで、うん、読んでいただけたらありがたいですね。そうですね、うん、ぜひぜひ、めちゃめちゃ面白いので本当にいやありがたい限りです。でこれがさその第2号がね7月予定で出るっていう話で、うんうんうん、どんどんまた進化していくわけじゃないですか、うん、もう本当進化だと思います、ね、作り手が言うのもなんですけどでも本当進化だと思いますまあなんかさらっと別にプレッシャーをかけたわけじゃ全然ないですけど本当そうだろうなっていう気がする雑誌だし、うん、今の段階でももう切り口とそのなんかいろんなインタビューに対する温かさというか、うんうん、人への眼差しの温かさみたいなところがもうめちゃめちゃ出てるのでぜひ読んでいただきたい。一応創刊号のこともう一回ちょっと言わせていただくと、創刊号は奈良クラブさんですね JFL の、うん、と、佐賀県の地域リーグの佐賀陸首 FC さん、うん、と、茨城県一部リーグの境トリニタスさんの、うんを特集してあって、その後アビスパ福岡でもね長年プレーされた中村北斗さん神山隆一さんのインタビューも4ページ掲載しておりますので、アビスパサポーターのことはもちろん、うん、そうじゃないサッカーちょっとだけでも興味あるっていう方はぜひ手に取っていただけると嬉しいです。そうですね、はい、なんかどうなんでしょう、他のスポーツのことをめちゃめちゃ詳しいわけじゃないですけど、はい、このサッカークラブのあり方っていうのは、はい、ちょっと独特のものがあると思うし、うんうんうん、オープンだと思います。なんかサッカーに興味がなかった人とか、はい、あんまり知らないっていう人にとってもオープンな仕組みにサッカーってなってるような気がするんで、うんうん、本当そうですね、うん、なんかそういうところをね、中にいる人たちの話から感じてもらえたらいいな、うん、そうですね、ね、うん、もちろんボヤージもね選手だけじゃないのでインタビューしてる方は、うん、クラブの社長さんとか監督さんとかにもインタビューしてるので、なんだろう、もうそれこそクラブ全体のことをちょっとずつ分かる雑誌になったらなと思うので、うんうん、サッカークラブってこういうものなんだよっていうところが伝わればありがたいですね。でその積み重ねが、うんはい、まあ、日本サッカーの発展にと言いましたが、そうですそうです、具体的にはいや具体的にね、まあ、多分聞いてる方はいや遠くないって思うかもしれないですけど、個人的にはやっぱり日本がワールドカップで優勝するっていう、そこが目標です、はい、来ました、うん、これですよ
やらんみたいな本当ですよ。もういやでもそんな日が、うん、クラブね、いろんな各地のクラブがしっかりと運営できる状況になっていけば絶対来るから、うん、そうですね、うん、本当やっぱ今もちろん日本代表もどんどん強くはなってて J リーグもどんどん進化はしてると思うんですけど、うん、でもここから先さらに優勝というところまで行くためにはより下のカテゴリーがちょっとずつでも人気が出て、それこそ下のカテゴリーだけどサッカーしてるだけでご飯が食べれてっていう風になる、うん、やっぱヨーロッパの国ってトップクラスの国ってやっぱそうなので、うん、そこにこう近づいていくっていうのができればね、もっともっと日本サッカーは強くなると思うので、そう思います、うん、それが目標ですね。遠い先かもしれないですけど、やっぱり生きてるうちには日本代表がこうトロフィーを掲げてるっていうのをね見たいです。いやそれはもう見るまで死ねない。本当そう逆に言えば見たらもういいやっていうぐらいのサッカーファンからしたらそれぐらいのね本当ですよ、うん、まあ、レコバの話が出ましたけども、うん、ちなみに第1回ワールドカップ優勝はウルグアイですかね。そうですね、うん、出ましたよ。本当に単純な横道にそれるいやでもそういうコーナーですそうですよ。いやいや本当にワールドカップ優勝をみんなでね、うん、目指していく、そんな雑誌だと言っていいのではないでしょうか。本当そこが目標です。遠い、はい、うん、個人的には逆に近道だと思ってるので、うんうんうん、まあなんか時間はだいぶ来てますけど、うん、日本代表話で言うと、はいはい、あれですよね、まあ、今日これ昼放送してますけども、はい、本当はあ違うのか、今日じゃないな、収録をしているこの6月3日かに、はい、ジャマイカが来るはずだったんですけど、そう、ね、ジャマイカ戦がある予定だったんですけど、まあまあ、ちょっといろいろあって来れないっていうことで、うん、まあ、しょうがないですけど、まあ、それはしょうがないです。なんと、うんうん、アンダー24日本代表と A 代表のマッチが組まれている。キャプテン翼だったような夢の試合がね、こんなで、やっぱタブー的なものちょっとなんかだったっていう話ですね、うんうん、みたいですね。個人的にやっぱ見たかったですけどね、ずっと。いやそうですよ、てかやった方がいいですよ、うん、絶対、うん、そうですそうです。なんかほんと何年かに1回でいいんで、こうチャリティーマッチみたいな形で、うん、やっぱ見たい方多いと思うんですよね。ね、うん、絶対、まあ、今さ、そのオールスターゲームとかっていうのも、うん、昔のように大々的にやれるかっていうと、昔ほらいくつかの都市でやったりしてたでしょ、はい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 、何回かっていう感じなんで、うんうん、まあ、ナショナルチームのね、うん、オールスター的な感じで見せてくれるのもいいんじゃないかって気がしますけどね、うんうん、いや面白いですよ絶対。いや今正直ね、この撮ってる時になんなら会ってて、そうなんです、バリ見たいって本当ですよちゃんと録画してきたんで後で見ます、はい、まあ、構想の頃には結果も出てると思いますけどす、ね、まあ、結果というより内容の、うん、内容、やっぱあと個々の、ね、選手が、うん、いやアンダートゥエンフォーの選手がフル代表の選手にもう代表取るんだっていう感じでやってるとか見たいですね。そういうのが見たい、個々としてのなんかね、その気持ちが見たい。でやっぱりその、まあ、オリンピックがあるのかどうか分かりませんけれども、うん、そのアンダートゥエンフォーの人たちにとっては大きな大会を控えている、はい、うん、そして、まあ、アジア予選というの途中にいる A 代表、うん、まあね、この差はどういうふうに出るんだろうかっていう。いやどうなんですかね。いや面白いな。いや面白かったのが、うん、庄司、庄司源がですね、コメントをしててですね、うん、ここで頑張るとオーバーエイジ枠が変わるかもしれないとか言っててですね逆にね、そっちに行ってよねフル代表ガーガーってのもありますからね。ほら面白いなと思いましたけどめちゃめちゃ楽しそうな試合、うんうん、ですね。いやでもどうですか、サッカーの試合って、はい、まあ、人によっては結果が分かっちゃうともうちょっとみたいな人もいるけど、どうですか、結果が分かってもやっぱり試合は見るっていう感じですか。まあ基本見ますね、うんうんうん、ですよね、うん、いやもちろんその結果も大事ですけど、結果は、まあ、一番大事なのかもしれないですけど、でもこうこの選手どうだったのかなとか、そうそうそう、うん、チームとしてのパフォーマンスはどうだったのかなとか、スコアに出ないところってやっぱ多いので、うん、サッカーは、うん、あと数字にも出ないところはサッカー多いので、うん、そのね、数字は後で見れますけど、それだけじゃ、うん、スタッツじゃ分からないところを確認したいっていうのは、自分の目で見たいっていうのはあって、ありますよね、うん、なんかマニアックな見方のように見られるかもしれないけど、違う興奮がねちゃんと、うんうんうん、いっぱいあるんで、うん、結果以外にも、うん、だからむしろ結果が分かってから見た方がそういうの発見できるってことはある、それはそれであると思います、ね、だから2回目見たり、自分一応、ね、ノートの方で記事書いたりしてますけど、それ用にこう2回目やっぱり見るんですよ、うん、基本的に、うんうん、でも2回目で分かることってすごく多くて、はいはいはい、やっぱ生でリアルタイムで見ちゃうと、その時ってまあ興奮もしててテンション上がってるんで見えない部分が多々あって、うん、そこをこう後でもう1回冷静に見返すっていうのはとても大事だなと思って。確かに確かに、うん、
いやだからそれで言うとよくサッカーってなかなか点が入らないから見ないとかっていうのも、まあ、聞くんですけど、それこそ0対0だったらとかあんま面白くないんじゃないかとか、でも0対0の面白さみたいなやっぱあって、ありますよ、そこだったら繋がってるなと思って、うんうん、そのスコアだけじゃないところサッカーってすっごいあるんで、もうあんまりもちろんね、例えばさっき言ったようにそのアドレスに送っていただいて、うん、こういう初心者の方がこういうのは分かんないんですけど、どうそれこそより深くどういうとこ面白いんですかみたいなのでも全然いいと思うんですけど、そういう話も今後していけたらなと思って、そういうサッカーってゼロゼロでも面白いんだよっていうのはすごく言いたい。そう言いたい言いたい、まあ、まさにそしてこの底なしサッカー沼の存在意義はきっと そのあたりにあるっていうか、こんなところから見てもサッカーは面白いんだよっていうさ、そういろいろな 見方があるので、いやそうですよ、うん、むしろ僕とかは、はい、キーパー出身なので、はいはい、やっぱね0-0の試合の、うん、の方がみたいな、うん、でも分かりますわめっちゃ分かりますあるんですよ、うん、まあそのあたりもおよいやっていきましょう、うん、そうですね、まあ、初回からあんまり長々ねオーバーしてもっていう感じもするんで、そうですね、うん、まあそろそろっていうところではございますけれども、はい、まあちょっと最後にさ、はい、お知らせ的なものも含めて、あ、はい、行こうと思いますけど、はい、まあアビスパの、はい、6月上旬の試合はなんかいつありますかみたいなこととかを紹介しておくのもいいかなと、あ、なるほど、思いますが、まず、6月は2試合 J リーグ自体、そうですね、ちょっと少ないですもんね、はい、ちょっと まあ、休憩じゃないな、中断期間が入るので、はい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 、ちょっとしばらく空くんですけど、うんうんうん、まあ、ですよね、うん、ちょっとだからアビスパサポーターの方からとか、まあ、J リーグサポーターの方、まあ、J1 のサポーターの方か、うん、からしたらちょっとね今退屈な期間かもしれないですけど、まあね、うん、まあ、でも5月がまあまあなんかこう過密でね結構やってたのでまあちょっと休ませてあげてと思いますね。そうですね、うん、まあっていうところではございますが、アビスパ福岡の、まあ、今日6月5日の放送なので、はい、その後の、試合を、はい、ご紹介しましょう。そうですね、まず、まあ、天皇杯がねまず1個ありますね。あ、そうか、リーグ戦の前に鹿児島ユナイテッドさんと6月9日水曜日ですね、うん、はい、これベストスタでありますね、はい、ですね、そうなるともう次は6月19日の土曜日、まあ、来ますね、はい、これは J1 第18節の、はい、神戸戦、わあ、イニエスタイニエスタ古橋とかもいい選手いっぱいいるからな。古橋は代表にね、そうですね、今回選ばれたりしてますからね、はい、それこそ去年アビスパにいた増山選手もいますしね、はいはい、そうだそうだ、確かに確かに楽しみな選手は、いや、いっぱいいますよ、ね、フェルマーレもいますからね。そうだフェルマーレまたベルギー代表呼ばれてましたね。そうです、呼ばれてましたね。いやすごいですよ、肩書きがヴィッセル神戸っつってなりますから ね世界中ですごいですよ。だからさ、ユーロとか見ててさ、はいはいはい、選手のこう名前出るときにヴィッセル神戸って出るってことでしょ。そうそう、ちょっとなんか別にヴィッセルファンとかではないんですよ、やっぱ興奮しますよね、あれは。いやなんかねあれは興奮します、はい、うん、そして6月27日日曜日が、J1 第20節、うん、これは埼玉スタジアムですけども、はい、浦和との一戦、浦和もね面白いですね。この2試合結構大事ですね。大事ですね、大事です本当。いやでまた多分じゃない、間違いなく面白い試合になりますね。個人特に個々の能力的にはすごい選手がいっぱいいるんで、うん、やっぱ、うん、まあJ リーグそんな興味ない方でもイニエスタやっぱ知ってる方多いと思うんで、はい、そこ目当てでもいいんで見ていただけたらと思いますね、はい、そうですね、うん、まあぜひぜひ、はい、いやまあ神戸に対しても浦和に対しても、はい、まあいい試合ができるであろうという感じはしますし、うん、はい、浦和に至っては勝ってます、勝ってますからね、はい、我々はね、まあ、我々はねまあちょっとなんか恐ろしい補強を彼らがしていますから、ね、ちょっと最前線、前線にね、やばい外国人が加わりましたけど、そうですよ、はい、まあ、ディフェンダーにもちょっとねなんか恐ろしい選手が入ってきましたけども、まあどう向かい合うのかっていうのが、まあ、むしろやっぱ楽しみ、うん、そうですね、うん、まあ、そのあたりはまた来週の放送でもやらなきゃ、またこうやって長くなっていくんですよこれそうなんですよ、やべえ、はい、30分ぐらいで聞いててもう40分になっちゃうすいません皆さん、はい、すいませんね、まあ、こんな感じでお送りしますので、はい、ぜひご感想などメールをいただければと思います、うん、本当何でもいいです、ありがとう、ぜひよろしくお願いします、はい、はい、まあ、ということでございまして、はい、第1回フットボールジャングルは、はい、このあたりということで、はい、よろしいでしょうか。はい、もうまだまだ話したいですけど、また、はい、また来週ですね。また来週、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。